その日、生徒たちは気づかされた。階級に支配される無意味さを、図書室に囚われる理不尽さを。ドラマ CD、進撃のスクールカースト。850年ではない、いつかのどこか。多感な時期を過ごす若者の多くは、アメリカンなタイタンハイスクールに通学していた。校内には、ティーンエイジャー特有ともいえる生徒間の上下関係、ピラミッド型のヒエラルキーが存在した。いわゆる、スクールカーストである。カーストの頂点には、学校の王ジョック、そして女王のクイーンビーが位置し、その下には、王や女王の取り巻きであるブリーザーやワナビーが続く。さらに下には、第二層よりも立場の劣る、メッセンジャーやプレップス、あるいは学業成績の悪いバカ、スラッカーなどの階級が存在する。ここまでが一般的な生徒として認識されるも、その下の階級に属する者は、ルーザー、つまりは敗者として、校内で虐げられていた。オタクのナードやマニアのギーク、その友達のブレイン、あるいは得意なゴシックファッションを好むゴスなどである。またそうしたピラミッド型の序列に属さない不良のバッドボーイ、天然や不思議系と呼ばれるフローターなどの階級も存在した。これらの階級制度は校内での交友関係や恋愛関係を規定する重要な因子であった。特にルーザーに属する者は容易にいじめの対象となるため、カーストの序列付けは生徒たちにとって死活問題だった。そんな中、とある土曜日のこと、様々な階級に属する生徒たち6人が偶然にも図書室で長時間にわたり共に補習を受けることになった。ここ、座ってもいいか？お好きに。おかしいな。なんでコマンド入力できないの？あれ？おい、そこは俺の席だ。あ、ごめん。ったく、なんて土曜に補習って。今日は区外まで繰り出す予定だったのによ。マジで最悪だよな。虫かよ。何あれ、全身真っ黒。お葬式の帰りかしら。ゴスってやつか。変わったセンスだな。へっ、そういうお前も十分変だろうが。補習にまでアメフト T シャツ着てきやがってよ。一応アメフト部のキャプテンだからな。おっと、そいつは失礼したな。ハイスクールのキング、ジョック様ってわけか。俺みたいなやつに話しかけられるのは迷惑だったか？あ？やけに突っかかってくるが、俺に何か文句でも。別に文句なんてねえよ。その偉そうな面が気に入らねえってだけだ。それは悪かったな。なるべくお前の面は見ないようにするよ。ああ？てめえ喧嘩売ってんのか？ああいう人は相手にしない方がいいわ。無視して。へえ、そっちは女王様か。クイーンビーって言や、学校一の人気者、みんなの憧れるセレブ様だ。なのに呼び出し食らって補習ってか？こいつは傑作だ。一体何やらかしたんだ？あなたには関係ないでしょ。いい加減よく動くその口閉じたら、みんなうんざりしてるわよ。まさに典型的なバッドボーイね。チッ、お高く止まりやがって。おい、あれ、おかしいな、なんでだろう。おい、お前だよ、そこでカタカタやってるオタク野郎。僕他に誰がいいんだよ。ダッシュでドクターペッパー買ってこい。なんで僕。ナードはパシリ、慣れてるだろ。でも
そろそろ先生も来るし。おどおどしやがって使えねえやつだな。じゃあ、あそこの薄気味悪い格好した女、お前行ってこい。私には、やることがある。やることは？は落書きじゃねえか。なんだこの気色悪いヤギは。ヤギの頭を持つ悪魔、バフォメット。あなたみたいな人には美がわからなくて当然。ったく、どいつもこいつもつまんねえやつばっかだぜ。あん？おい、そこのてめえ。てめえだよ！無視すんじゃねえ！俺のこと？俺のことじゃねえよ。ずーっと黙って座ってやがって。いるならいるって言え。いるよ。なんだこいつ。見たとこ何の特徴もねえけど。あなた、カーストは？は？何それ？カースト。それは生徒たちの序列。光と闇のごとき厳然たる格差。へえ。へえって、嘘でしょ？僕なんか、そのせいで毎日しんどい思いしてるのに。そうか。大変なんだな。その言い方を聞く限り、本当に知らないみたいね。どの階級にも属さない普通の人ってわけか。光にも闇にも属さない、稀有な存在。この学校にもそんな奴がいたとはな。よし、全員揃っているな。遅刻者なしとは上出来だ。おいおい、よりによってエルヴィン・スミスか。ついてないな。校内でも呼び寄りの厳しい先生。変質的な歴史教師が担当なんてね。死後は慎め。ここは共に知識を高め合う図書室。人類の学びの空間だ。無駄口を叩く場ではない。相変わらずムカつくやつだぜ。聞こえているぞ、ジャン・キルシュタイン。私がさっき言った言葉を聞いていなかったのか？教室は学びの空間。暗闇は滅びの前段。ミカサ・ハッカーマン、後半は余計だ。まったく。お前たちには我が校の生徒としての責任と自覚がない。よってこれから、なすべきことをなしてもらう。なすべきこと？マラソンとか筋トレですか？年表でも覚えればいいのかしら。845年、ウォールマリア陥落。そんなこと覚えて一体何の役に立つっていうわけ？中世暗黒時代なら専門だけど。僕は物理の方が。なすべきことはそのどれでもない。エレン・イェーガー、ミカサ・アッカーマン、ジャン・キルシュタイン、アルミン・アルレルト、ライナー・ブラウン、ヒストリア・レイス。お前たち6人は自分たちがなぜ補習に呼ばれたのか分かっているはずだ。自らの行為を顧みて、これから作文を書いてもらう。テーマは、自分が何者であるかについて。長さは1000ワード以上だ。時間は18時までとする。書き上がらなかった場合、来週もまた補習に来てもらう。おいおい、冗談だろスミス先生。自分が何者であるかだと、んなもんいちいち書かなくても分かってるよ。世界の謎とやらにのめり込みすぎて頭おかしくなったんじゃねえのか。なんで今笑ったの？新しい黒魔術。それは違うと思うけど。変なとこで笑うんじゃねえよ。君が言ったらねえぜ。ジャン・キルシュタイン、己を強く見せたいがゆえに軽口を叩く気持ちはわかる。しかしだ、身の程をわきまえた方がいい。巨人をからかえば食われるだけだ。くっ、すごみやがって。意味わかんねえし。皆18時までは一歩も図書室を出てはならない。席を立つのもスマートフォンもパーソナルコンピューターも禁止だ。もちろん居眠りもな。昼食はこの図書室で取ってもらう。用足しの場合のみ申告しろ。まるで刑務所じゃねえか。トワイライト見て時間潰そうと思ってたのに。僕もアニメの実況生配信を見ようと。先生、さすがに厳しすぎやしませんか。ずっと座りすぎは体にも悪い。ストレッチの時間くらいは作るべきです。というより、これは明らかな軟禁。人間としての尊厳が侵害されています。断固として抗議します。権利を主張する前に義務を果たせ。ルールに従えないなら何度でも補習に来てもらうまでだ。保護者の方たちもこの処遇を認めている。保護者？親に連絡したんですか？当然だろう。君たちは未成年だ。
ご両親も君たちの更生を心より望んでいる。そうですか。それなら仕方ないな。おじいちゃんに心配かけたくないし、血は水よりも濃い。ふざけんな！親とか関係ねえだろ！てめえら小学生かよ！おい、そこの普通野郎、てめえもなんか言ってやれ！何を？作文書いて帰れるなら書くだけだよ。ちというわけだ、ジャン・キルシュタイン。皆もさっさとペンを取り、手を動かせ。私は職員室にいるが、どこにいてもお前たちのことは見ているからな。こうしてジョックのライナー、クイーンビーのヒストリア、バッドボーイのジャン、ギークのアルミン、ゴスのミカサ、普通の人のエレンが同じ図書室に集められ作文を課せられることになった。作文のテーマは自分とは何か。6人はそれぞれに取り組むも、作文は一向に進まなかった。意外に書けないもんだな。なんで私が作文なんか、補習なんかにいるべき人間じゃないのに。自分とは何か、僕は何者か、何をすべき人間か。おいお前、アルミンとか言ったか。自分とは何か、自分とは。おい、さっきからブツブツするんだってめえは。ごめん、つい独り言が。つーか、便利なもん持ってんじゃねえか。そのダセーパソコンちょっと貸せよ。ググってコピペすりゃあっという間に終わりだ。ダサいって、スペックはかなり高いんだけど、それにパソコンは禁止だ。いいから貸せよ。先行には見つかんねえよ。使うからよ。ごめん、それはできない。あ？なんだと？このラップトップワールド君はもはや体の一部なんだ。日本のアニメとかゲームとか、まだ見ぬ広い世界を見せてくれる何よりも大切なものだから。ふん、広い世界ね。ただの現実逃避じゃねえか。そんなことは。あ？なんだ、やんのか。いいぜ、殴ってみろよ。ほら、どうした。どうしたよ。ほら、殴ってみろって。ほら。じゃあいい加減にしたらどうだ。なんだスポーツ野郎、正義の味方ってわけか。お前だって本当はこのオタク野郎バカにしてんだろ。お前と一緒にするな。俺は全校クラブのクラブ長だ。この学校の意識を高め、哀れな生徒を救ってやりたいだけだ。僕は哀れなんかじゃ。てめえは十分哀れだよ。でもそれよりももっと哀れなのはお前の方だったりしてな、ライナー。この俺が哀れだと？俺にはそう見えるけどな。じゃあ俺は勉強にもスポーツにもクラブ活動にも全力で取り組んできた。アメフト部のキャプテンに選ばれ、将来も期待されている。だからこそみんなもついてきてくれる。それのどこが哀れなんだ。その全部が哀れだっつってんだ。なんでそういい子ちゃんぶらなきゃならねえ。でないとママに叱られちゃうとか。お前、殴られたいのか。やめなよライナー。あなたを妬んでからかってるだけ。相手にしないのが一番よ。妬むだと？さすがはセレブの女王様だ。言うことがいちいち上から目線だぜ。今度は私に絡んでくるわけ。絡んだところでどうせ俺みてえな典型的なバッドボーイなんか相手にしちゃくれねえんだろ。何不自由なく暮らしてるおセレブ様だからな。私が何不自由なく暮らしてるって。金持ちでお上品な面して成績も優秀、優しい両親に愛されてさぞや楽しい毎日送ってんだろうが。うるさい。あんたが私の何を知ってるって言うの。何も知らないくせに勝手なこと言わないで。なんだ、いきなり切れやがって。いきなりではなく、その人の心に土足で踏み込んだから。はあ、どういうことだこそんな。誰しもが心の奥に闇を抱えている。安易に踏み込めば滅びの序章となる。
おい、意味のわかんねえことばっか言いやって。だったら、てめえみてえにじーっと黙って座ってるしかねえな。その葬式帰りみてえな陰気な服でよ。陰気な服ではなく、ゴシックファッション。ビクトリア朝の衣装をもとに、イギリスやドイツを中心としたサブカルチャーの一端を担い、その後はレースやコルセットといったドレッシーなファッションと融合。東洋ではゴスロリとも呼ばれ、一部に熱狂的なファンを持つ文化。映画ではドラキュラやインタビュー・ウィズ・ヴァンパイア、最近のドラマ、トワイライトでも人気になって。もういい、もういい。うん、わかった。どこまでマジか知らねえけど、無理なキャラ付けにしちゃ頑張ったんじゃねえの？無理なキャラ付け。キャラ付けだろう、どう見ても。それはあなたも同じ。ああ、どういうことだ、それは。ミカサの言う通りかもね。やたら俺たちに絡んでくるのも。大方悪ぶって見せたいだけなんじゃないの？だとこら！舐めやがって！物に当たるなんて最低ね。スミス先生に気づかれちゃうよ。破壊衝動は自らを破滅へと導く。じゃあ、寂しいのはわかるがもういいだろう。俺たちのことはほっといてくれ。舐めたこと言いやがって。てめえ、マジでボコボコにされてみたいだ。おい、どこ行く気だ。トイレだけど。トイレだと、うん、どいつもこいつもダメだ。てめえはベンチ行くんじゃねえ。ここにいろ。いや、意味わからないし。行くなっつってんだよ。こっち来い。やめろよ。うるせえ。そんなに強く引っ張ったら服が破けちゃうだろうが。なんかどうでもいいんだろうか。エレンの服が破れた勢いでジャンが転倒。ジャンの後頭部に机の角がヒットだ。ねえ、なんで解説してるの？え、あ、いや、つい実況の癖が。くそいって。ろくでもないな。だがこれで一番哀れなのは誰か判明したわけだ。己の強さを誇示する者の胸中には劣等感が渦巻いている。学校の外ではビビリのマザコンとか、ネットの中だけ攻撃的な人とかもいるよね。副代弁償してくれよ。くそくそ、だっかんなてめえら、好き放題言いやがった。これ見ても舐めた口叩けんのかよ。ナイフ、銀の刃、欲しい。はあ、呆れた。どこまでバカなの。うるせえ、黙れ。騒ぐとスミス先生にバレちゃうよ。やめろ、じゃん。物騒なものをちらつかせるな。渡せ。うるせえ、うるせえ、うるせえ。このまま引き下がるかよ。だからてめえはベンチに行こうとするんじゃねえ、エレン。おい、うるせえぞ。だてめえは邪魔すんな。おい、じゃん、やめとけ。死にたいのか。ああ、清掃員のリヴァイさんだよ。過去は闇社会の大物だったと噂される人物。これまで何人もの生き地でその手を染めてきたとか。ずいぶん騒いでいたようだが、ガキども、これはどういう状況だ。不意に6人の前に現れた清掃員のリヴァイ。生徒たちの話によれば、かつては裏社会にいた危険な人物だというが、進撃のスクールカースト第2話に続く。ドラマ CD 進撃のスクールカースト、出演エレン、梶裕貴、ミカサ、石川由依、アルミン、井上マリナ、ジャン・キルシュタイン、谷山騎士、ライナー、細谷義政、ヒストリア、三上しおり、エルヴィン・スミス、小野大輔、リヴァイ、神谷博士、以上の皆さんでお送りしました。